今日も最終の依頼ばかり。討伐系の任務を達成できるのはいつになるやら。クーカはこの作業は結構好きです。たまに触手のような鶴が腕に絡まってきますし。早速後ろ手を縛られるかのように。抵抗すればするほど食い込み、引きちぎることもできないこの強靭さ。そこにお外という状況が加わり、クーカさん大丈夫ですか。今ほどきますからね。ありがとうございます。でも助けるのはもう少し後でも。いえ、いっそのことこのまま放置していただいても。クーカの言っていることは知らぬ存ぜぬなのですが、私もこの仕事案外楽しくて好きです。私とて嫌いというわけではない。だが来る日も来る日も最終ばかりでは、誇り高きバイス・フリューゲルに所属する軍人としてやるせなさを感じるのだ。まあ軍人のモニカさんと僕たちでは生き方も違うしね。そういう差はあるんじゃない。僕はとにかく僕の美しさの追求が一番大事かな。そうだな。軍人は私だけだしな。私は遠足で疲れた子供か。別に疲れたわけではないし、おんぶも必要ない。あ、でも依頼をたくさんこなしたからいいこともあったんですよ。報酬のおかげでギルド活動資金が随分溜まってきているらしいじゃない。僕には詳細な額は知らされていないけど。そなたに知らせると自分のために使い込みかねないだろう。だが最終がメイン活動のギルドにしてはそこそこな額になってきているのは事実だな。お金は余らせていても仕方ないからね。僕の美しさをさらに引き立てるために使うというのはどうかな。どうしてそうなる。もっとギルドのためになる使い方があるはずだ。僕の美しさが増す、それはギルドの、ひいては世界のためになるんだよ。まあユキさんの言うことも一理ありますよ。お金を余らせるぐらいなら少し息抜きでもしませんか。みんなでお出かけするとかどうでしょうか。いや、遊びに行くなどではなく特訓を行うための費用に充てるとかだな。私は賛成です。みんなで物見湯さんに行きたいです。まだ捕まっていたんだね。ちなみにもちろん僕も行くからね。そういうわけではなく、もっと他にやるべきことがあるのではと提言しているのだ。とはいえ楽しそうな雰囲気に水を差すのもな。よし、後で必ず特訓をするという条件を飲むなら指揮官として遊びに行くことを許可しよう。特訓か。まあギルドのお金で遊びに行けるなら我慢しようかな。その代わり遊びに行くならとびきり景色のいい場所がいいかな。この僕の美しさをより引き立てるような場所がね。私は先輩がいるならどこにでも。あ、でもできればロマンチックな場所がいいです。その街で見る先輩はもっと輝いて見えるはずですから。クーカはあまり人の多くない場所がいいです。いや、でもあえて人目のある場所でドSさんに恥ずかしめられる、見せつけてやれだなんて、そんな、
な場所がいいですか？私はその甘くて美味しい菓子がある場所が。え？すみません、ちょっと声が小さくて。なんでもない、私はみんなが行きたい場所でいい。そうですか。でも困りましたね、この時点ですでに行き先の希望がバラバラで収拾がつかないです。とは言ってもせっかく全員で出かけるのだ、みんなの希望が当てはまる場所にしたいが。ふふふ、おのおの方、打ち入りの準備が整っているようですが、ここは私に預からせてください。そういえばまだニノには聞いていなかったな、どこか行きたい場所があるのか？私の行きたい場所は皆さんの要望と同じ景色のいいところで、人が多すぎない、なおかつロマンチック、この全てがある場所です。そんな場所がないから悩んで。待て、もしかして心当たりがあるのか？ニノ。あるのです、その名はお江戸町。大江戸町？聞いたことがないね。一体どういう場所なんですか？それは行ってみてのお楽しみです。街中に施されている。ここはランドソールに搬入する資源を集めるために作られた街で、建築を担当した職人が東国文化の愛好者だったから、ランドソールと東国がフュージョンしたこのような街になったのです。東国、確かランドソールからはるか東の方にある国だったな。ニノンの着ている服やたまに言う言葉もその国が発祥だとか。イエーイ、東国文化は私のフェイバリットです。美しい街並みだね、これなら僕の美しさがより引き立つよ。少し離れた地にあるせいか人も多すぎなくて落ち着きます。ここでドエスさんがいつもよりもっとすごいことができそうと言いながら空間を路地裏に連れ込み、ジリーン。もちろん甘くて美味しいお菓子もあるですよ。本当か？いや、別に甘くて美味しいお菓子はどうでもいいが、異国の食文化には興味があるからな。少しぐらいは食べてみようではないか。本当に綺麗な街、お店の作りや雰囲気もまさに異国に迷い込んだみたいに、とってもロマンチックで。あれ？の服と似た異国風ですけど、女性の服はランドソル風なんですね。おう、おかしいですね。この街には何度か来たことがありますが、街の人はほとんどが東国文化の服、和服だったはずです。それになんだか観光客だ、新しい観光客が来たぞ。おい、3丁目にも知らせてやれ。街の様子が
いつもと違うような気がするです。この美しい僕が来たのだから、いつもと同じじゃいられないさ。それより僕は早くこの町で遊んでみたいね。確かに、せっかくの息抜きだしな。時間は有意義に使った方がいいだろう。それもそうですね。ではこの私が水先ナビゲーターとしてご案内つかまつるです。いざ出陣。ここは道具屋さんみたいですね。これぞ土豪家の神秘。魅力的なおもちゃやアクセサリーがさらっているのです。見慣れないものが多いな。絵がついた厚めのカード、棒が刺さった円盤や精巧な木製人形。うわぁ、急に動き出したぞ。それはカラクリ人形です。魔力ではなく仕掛けで動く人形で、すごいものになるとお客さんにお茶を運んでくれるものもあるらしいです。そんな器用なことまでできるなんて、東国のものづくり技術はすごいですね。わあ、この筒もすごい。望遠鏡かと思ったら中にいろんな模様が描かれているんですね。筒を回すと模様が変わる、鏡を利用した見事な仕掛けだな。そういえばユキはどうした？鏡といえば必ず口を出してくるかと思ったが。さっきまでここにいたんですけど、あっちで東国の鏡を見ているみたいです。ああ、今日は記念すべき日だよ。こんなに美しいものを見つけてしまうなんて。イエース、東国の鏡は若神といって人気なのです。異国の鏡に映る僕、なんて神秘的な美しさなんだ。いや、あれは鏡に映った自分に酔っているだけだろう。ユキさんはどこにいてもマイペースですね。忍術体験ができる場所です。私とシトは一番のおすすめの場所です。に、忍術ってニノンさんが戦う時に使っている技ですよね。その通りです。東国の忍者が使う技でマスタークラスになると山をも越えるキングフロッグを従えられるらしいです。ということは、クーカも忍術をマスターすれば一日中縛り続けてくれるほどの強靭なツタを持った植物型の魔物を呼び出せるのでは。修行は嫌だけど、僕の美しさを一日中ライトアップしてくれる光を操る魔物を刺激できるなら。忍術をほとんど知らない私だが断言しよう。そんなそなたたちしか喜ばない忍術は存在しない。あゆみは興味のある忍術はないのか？私は戦いとか苦手ですし、あまり技とかには興味が。今日の忍術体験内容は、水の上を歩く水グムや手裏剣ザーチ、あとはドトンや木刀、人から隠れる忍術みたいですね。人から隠れる忍術について詳しく聞かせてください。急に食いついたな。でもこの忍術、誰にも気づかれないようにするとか、人は追跡するくらいで地味ですよ。まさに私の求める技術です。何年かかっても必
なんだか邪念のようなものを感じるが、あまり深入りしない方が良さそうだ。このお店は本を取り扱ってるみたいですね。東国の本は見た目も内容もとても面白いですよ。お江戸町の本屋さんにはこんなハレンチな本が置いてあるのですね。これは誰にも見られないようこっそり読んで楽しもう。こっちの本はサムライロード、東国文化の紹介本か。侍は高潔な精神を持つ東国の騎士、天下を統一し世を太平へと導く王たる将軍に仕え、将軍？将軍っていつもニノンさんが先輩を呼ぶときに使ってましたよね。ということは君は東国の王様だったの？将軍は本物の将軍です。天下はまだですが、今でも私たちを笑顔に平和にしてくれているのです。なるほどな。そういうことなら確かに貴公は立派な将軍だな。うん、東国の文化に興味があるならまずは形から入ってみてはどうですか。この町では貸し衣装もやっているです。本当ですか。踊り子としてあの綺麗な柄の和服は興味がありました。ちょっと着てみたいかもです。だったらクーカー衣装に着替えるです。私もくのいち衣装を着てみたかったのです。いやあのちょっと着てみたいと思っただけで、体に合わせてみるぐらいでも満足と言いましょうか。東国にこのような言葉があります。じゃあハリアップ、思い立ったら即アクションですよクーカー。さあみんなも貸し衣装屋に行きましょう。とても良い言葉だと思うのですが、あんな綺麗な服をいざ着るとなると心の準備がご無体な。空間に似合いそうな和服を持ってきました。早速ここでお着替えしましょう。ここまで来たら覚悟を決めます。それにしてもこの帯ってとっても難しいですね。更衣室がなんだか楽しそうです。私はいつもの服で大丈夫だ。動きやすさを重視したいしな。私はきらびやかな服だと目立ちすぎて趣味に支障をきたすと言いましょうか。僕はいつもその日の状態によって美しさを完璧に引き出すためのコーディネートをしているからね。今日の僕は和服よりもこっちの服なのさ。皆さんお待たせしましたです。どうですか将軍、これぞくのいちのニノンと和服の空間です。褒められて嬉しいのと大胆と言われたことで二重に恥ずかしいです。これが狙いだったのですね。このトイス人格アテンション。クーカー、その和服の帯は大丈夫なのか。なんだかほどけそうなのだが。頑張ったのですけど、どうも帯がうまくいかなくて。これぐらいの着付けなら私に任せるです。
ここはこっちに回しつつ、あとは強く引っ張れば。あの強い締め付けがとっても心地よいのですが、レンタルですし、そんなに強く引っ張られると。和フォークは帯を強く結んでおかないと落ちやすいのです。ちょっとうまくいかないですね。将軍、向こうから強く引っ張ってくださいです。では同時に、せーのって言ったら引いてくださいね。土井さんだけに帯を引っ張られて。これはまさか。先ほど見た侍ロードに書かれていた東国の行政官にして悪党たる悪大官の特技、帯回し。ランドソルでも食べられるのか。あ、モニカさんは知らないんですね。ランドソルの町広場にたい焼きの屋台があって、あそこのたい焼きも美味しいんですよ。週に10回は通わなければ。1日に何回行く気ですか。ただいま戻ったです。はぁ、ようやく合流できたよ。この和服とっても綺麗ですけど、ちょっと動きづらい。そうなったらどこに行って。うむ、ユキの大荷物を見て理解した。髪飾りのようなアクセサリーから櫛のような小物まで、身の回りのすべてを美しくする。これは僕の美しさをさらに高めるための必要経費さ。まあでもさすがに買いすぎちゃったね。というわけで、はい。ゆきさん、先輩に荷物を渡すなんて。ただでさえすでにみんなの荷物を持っているんですよ。じゃあ僕の荷物を持ってくれる代わりに、僕を10秒間じっくりと見つめていいよ。
そんなに見つめて大丈夫？輝くばかりの僕の美しさに目がくらんでしまうかもしれないよ。クウカとニノンはそこまで買っていないようだな。クウカが興味あるのはその表通りに並べられるものではないものでして、あ、でもニノンさんがいなかったらもっと増えていました。え、どういうことですか？その街を歩いていたらいろんな商人さんが商品を勧めてきたんです。食べ物や小物、他には武器まで勧められました。武器まで？激戦区や冒険者が多い町ならともかく、武具関連の店の客引きなど聞いたことないぞ。ミノンさんがその場で商品を詳しく解説してくれて、空間には使えない必要ないものと教えてもらえなければ、物珍しさと勢いで進められるがままに買っていたと思います。お手柄だなニノン。よく悪質な押し売りから空間を守ってくれた。報奨としてさっき私が買ったこのたい焼きを進展しよう。モニーカさん、ありがとうです。先ほどから元気がないが、どうかしたのかニノ？もしかしてあんこではなくカスタード派だったのか？確かにカスタードも美味しいが、私はあんこが一番美味しいと思うぞ。どれだけ気に入っているんですか？私もあんこが好きなのですが、今はそちらではなく、なんだか前に来た時の大江戸町と雰囲気というか感じが違うような気がするんです。おお、この広場にいたのか。そなたは確かさっきたい焼きを買った茶屋の主人ではないか。何か用か？そろそろたい焼きを食べ終わった頃だと思ってな。団子を持ってきたから買ってくれよ。え、おいしそうですけど、まだ食べていますし。まあわざわざ持ってきてもらったのだしな。じゃあしょっぱいのと甘いのを一本ずつ頼む。毎度あり。団子2本を6人分ね。6人分？いや、本当に1本ずつでよかったのだが。まあいい、私はまだ食べられるしな。クウカも食べます。悪いけど僕はさすがに食べられない。あ、団子が食べ終わったらまたうちの店に来な。とっておきの甘味であるあんみつを用意して待ってるぜ。土産物も取り揃えているから一緒に見ていってくれよな。とっておきの甘味だと？いや待て主人、まだ行くと決めたわけでは。行ってしまったか。なんというか商魂たくましい町ですね。ああ、まさか追いかけてまで売りに来るとは。どうやらこんなにも美しい僕をもう一度見に来るために商品を売りつけるという名目でここまで来てしまったみたいだ。美しすぎてごめんね。それは違うと思うが、しかしまごまごしていると今まで何か買った店の主人が全員押しかけて聞かねんな。やっぱり何か変です。確かにお江戸町は商魂たくましい人たちが多いですが、こんな無茶な売り方はしないはずです。最初は活気のある街かと思っていたが、先ほどのものを見ると私も同感だ。
活気というよりは危機迫るものを感じる。それに和服の女性が一人もいないのはやっぱりおかしいです。さっき和服のクーカーと一緒に歩いていたら不思議なものを見るような目で見られたのです。しかもよくよく聞くとかわいそうにとかあの子もきっとみたいなことを言われました。なんだと？そんな陰湿なことが？そんな身が裂かれるような言葉をぶつけられ、クーカはキ少しでも心配した私が愚かだった。しかしこれは何かしらの事件が起きているのかもしれないな。ああ、息抜きどころじゃなくなってきちゃったね。どうせ事件の調査しようって言うんでしょ？いや、もちろん私は軍人として民のために調査したいのだが、そなたたちにまで、その…モニカさん？なんでもない。よし、我らバイス・フリューゲル・ランドソル支部でこの事件を解決し、本来の大江戸町を楽しもうじゃないか。あんみつ、美しさと甘さ、添えられたあんこにかかっている甘い黒ソース、まさにパーフェクトハーモニーだ。東国料理は本当に美味しいですね。太ってしまいそうで怖いです。その心配はいらないよ。東国スイーツはケーキとかと比べても太りにくいそうだからさ。東国スイーツは全部美味しいのですが、特にストロベリー大福がおすすめです。それがスイーツの美味しさに現実逃避している私たちを見て察してくれ。ちなみに僕は何か聞き出そうとしたら、僕の美しさは美の神をも超えるなんてさも当然のことを言い出してね。しかもこの美しさに見合うものをとやたら商品を勧められて、またかんざしを何本か買ってしまったよ。私もそうです。話を聞いてものらりくらりとかわされ、しかも次々と商品を勧められました。こちらはローカーと思ったのですが、このデラックスグレートマネキキャットの輝きに顔してしまったのです。クーカもです。気がつくとよく採集中に絡みついてくるツタよりも太くてしっかりとした縄を買っていて、まあ見かけた時にちょっと欲しいとは思っていましたが、チリリ。自分の欲しいものが見つかってよかったな。私も似たようなもので、油断させようと話を合わせたらこのコンペイトを買わされていた。帰ったら大事に食べよう。私はなんとか逃げてきましたが、そのせいでまともに会話すらできませんでした。先輩はいかがでしたか？それはまさか、ドレスさん、そのおもちゃで誰と遊ぶつもりですか？え、普通に子供と遊ぶおもちゃ？クカはてっきり…いえ、なんでもありません。みんな、お土産が増えただけで、これといった収穫はなしですね。何か
ありそうなのは分かっているのに。そうだな、どの店もただの商売上手というにはあまりにも強引な気がする。なら難しい調整するです。ああ、この違和感は私も気になる。店を出て今度は全員で話を聞いてみよう。あ、お客さん、ちょっと待ってくれ。え、どうかしましたか？代金ならちゃんと。それよりもっと何か頼んでってくれよ。ほら、うちの名物の抹茶せんべいとか。僕の美しさからもっと引き止めたいというのはわかるけど、僕たちは先を急いでいるんだ。大丈夫、歩きながらでも食べられるから。だけどクータたちはもうお腹がいっぱいで。だったらこっちのまんじゅう、これなら持ち運べるし後で食べても。もうやめてください。ニノン、どうしてこんな人の気持ちを無視してまで物を打ったりするのですか？どうしてって、そりゃよそ者のあんたらには関係ねえだろう。お江戸町は互いを助け合う巨国人情が溢れた下町スピリットの町のはずです。なに、こんなの変です、変ですよ。お嬢ちゃん。主人、このニノンは東国文化を愛している。そして東国文化を大事にするこの町もな。だからこの町の現状を嘆いているのだ。何か理由があるなら聞かせてほしい。私たちでも役に立てることがあるかもしれない。ダディ、俺だってな、本当はこんなことしたかねえんだよ。でもよ、悪代官様への上納金が足りなくて。悪代官様？それはどんな？主人、話は後で聞かせてもらう。行くぞ、みんな。悪代官様、こちらです。おお、ここがわしの命を無視する無礼な店か。騒ぎが起こっているのはあのお店みたいですね。男の人たちが何か話しているみたいです。うん、ひとりは知ってます。お江戸町の町長さんです。ランドソル出身の人で、この町をまた発展させようと頑張っているいい人ですよ。悪代官とか呼ばれている隣の明らかに美しくないのは、人間とも魔族とも違うみたいだけど。私も見たことないです。でもなんだかものすごく怪しいです。悪代官、先ほどの本屋で見た侍ロードには東国の行政官ながら悪事を働き東国の英雄に成敗されたと書かれていたな。その悪逆非道さゆえに東国では悪党の代名詞となっているらしい。ですがこの町を治めているのは町長さんですし、そもそもこの町には悪財官なんていなかったです。だったらあの同じ名前の人は一体何者なんでしょうか。
上納金の滞納2日目ならば今回は勧告ですね。では主人を呼んでまいります。その必要はない。今すぐ取り潰せ。そんな、上納金滞納は1週間まで許されるはずでは。このわしがその必要はないと言ったのだが、聞こえなかったかな。しかし、いえ、わかりました。わしに逆らう者はこの町に必要ないのだ。あの悪代官、店を壊すつもりです。止めるぞ、全員ついてこい。こういう荒事は僕的には興味ないんだけどな。なんだ貴様らは。そこまでだ悪党。民を虐げるなど、誇り高きバイスフリューゲルの一員である私が許さん。捕獲してナイトメアに引き渡してやる。潔く年貢は納めるのです。別の町の住人か。悪代官様に逆らってはいけない。悪代官様が本気になればこの大江戸町ごと潰されてしまう。今すぐここから立ち去るんだ。そういうことでしたか。皆さん安心するです。私たちには天下の英雄諸軍がついているのですから。将軍。天下を統一し世を太平へと導くという東国の王。なんだと。この町に将軍がおるなど聞いていないぞ。適当に脅せば金を巻き上げ放題と聞いておったのに、話が違うではないか。なんだか急に態度が変わりましたね。権力に弱いと侍ロードにも書いていたが、まさに典型的な悪代官だな。さあその目にちょくと焼き付けるです。これぞ天界の将軍様です。将軍、世を忍ぶ彼の姿として接するのは大事なことですが、今はその真なる姿を見せつける時です。彼が将軍？いや、無理があるだろう。驚かせおって。よく考えればこのような町に東国の王がいるわけがない。騙してくれた例としてわし自ら貴様らの戯れに付き合ってやろう。男が一人紛れているが、貴様らのような女どもがどこまでできるか楽しみよ。あの店、空間にすら寒気が走りました。女と思って甘く見ないことだな。私は誇り高きバイスフリューゲルの一員で。ガキが紛れていたか。貴様のようなガキなどどうでもよいわ。さっさと言いねえ。私は大人だ。モニカさん、さすがに剣できるの。わかっている。鞘をつけた状態で急所を狙わずに食らえ。肩叩きの練習か。まさにガキのいたずらよな。私の一撃が効かないだと。このわしに歯向かうとどうなるか、貴様ら全員にその身をもって教えてくれるわ。大丈夫ですか、あゆみさん。はい、ちょっと腰が抜けそうになっただけで。なんなのだこの威圧感。それにこの先、
まさか総員抜刀許可、あれは人ではない魔物だ。そんな、なんでこんな町の中に。まずはそこの娘から片付けてやる。衝撃で吹き飛ばされるかと思ったです。ユキ、サポートしつつアユミの解放を頼む。荒ごとに関わりたくないとか言ってられないようだね。分かったよ。この破壊力を前に近寄ったらまずい。だったらこの手裏剣を食らうです。シュ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 、手裏剣が弾かれたです。完全に劣勢だ。全員撤退の準備をしろ。このわしがそれを許すわけなかろう。そろそろ遊びは終わりにして。の一撃の衝撃で倒れていたか。立て、食うか。悪大官の攻撃が来るぞ。はい。でも外れかけた帯が絡まって、ようやく立てました。あれは和服を達への見せしめにもなっただろう。これでわしに逆らう者はいなくなり、わしの支配は絶対となる。来ればひとまずは安心か。それで歩み、怪我はどうだ。大丈夫です。攻撃が直接当たったのではなく、クーカさんと同じで衝撃で飛ばされただけですから。そうか、よかった。本当に。でもまだ悪大官はクーカたちを探してます。捕まったらきっとひどい目に遭って。ジリン、あんたたちここにいたのか。このままじゃ悪大官に見つかる。うちの店の中に隠れるんだ。助かる主人。みんなすぐに店の中に入るんだ。ここならば歩みの怪我もちゃんと治療できるな。モニカさん、本当に私は大丈夫ですから。
それでもちゃんとした治療を受けてくれ、頼む。私も同意見だ。君たちには本当にすまないことをした。チョウチョウさん、無事だったですね。ああ、さっきは悪大官を止められなくてすまない。一体あの悪大官とは何者なんだ。悪大官は突如この大江戸町に現れた魔物だ。その凶悪な力で町を瞬く間に支配してしまった。やっぱり魔物なんですね。だからあんなに強かったんだ。でもそれならナイトメアに対処してもらえるんじゃない。いや、悪大官は賄賂を送って王宮を味方につけている。上納金の一部を納めれば好き勝手にやっていいとね。だからナイトメアに通報してもそんな犯罪の報告は来ていないとされてしまうんだ。そんな町長さんはそれでも町を守ろうと取り計らってくれているんだよ。この人がいなかったら俺たちはもっとひどい目に遭っていただろうぜ。だが店は壊され、生活は困窮し、町民は苦しむ一方だ。悪大官はこちらの言い分などお構いなしだからな。自分の力のなさを不甲斐なく思うよ。ひどすぎます。あの奴はのさばらせておくなど私には我慢できないです。いや、悪大官に逆らおうなんて考えない方がいい。今ならまだ逃げられるかもしれない。早くこの町から離れるんだ。こんな状況の町を放っておくなんてできませんよ。いや、町長殿の言う通りだ。そなたたちはこの町から離脱してくれ。モニカさん、どうして。今回の敵は今までとは訳が違う。悪大官と戦えば命を落とす可能性だってある。このギルドは私の所属部隊、バイス・フリューゲルのランドソル支部として私が作った。だがバイス・フリューゲルに所属している軍人はあくまで私であり、そなたたちには関係ない。ここから先は軍人である私の仕事だ。一般人を危険に巻き込むわけにはいかない。だからそなたたちは。よかったね、モニカさん。この人が何もしてなかったら、僕が今日手に入れた化粧品でモニカさんに面白化粧をするところだったよ。クーカはさっき買ったこの縄でモニカさんを縛る寸前でした。モニカさん、トゥゴク名物の苦いジュース、青汁を一気飲みしてもらっていいですか。もちろんおかわりもあるですよ。私は巻いてもらっているこの包帯でモニカさんの腕をキュッてするところでした。なんでそんなことをされねばならない。私はそなたたちの身を案じて。まったく、さっき調査をためらった時に変だと思ってたけど、そんなことを考えていたなんてね。あの確かに私たちはバイス・フリューゲルではありませんが、バイス・フリューゲルランドソル支部の一員です。そしてバイス・フリューゲルランドソル支部の私たちのリーダーは困っている人を見捨てたりしないはずです。だったら私たち団員はリーダーについていきます。こんなことクーカが言うのもあれなのですが、その
たち。最後のセリフを持っていかれました。いたたまれないこの空気と自分の中のこのやるせない気持ち、そのトエさんだからこそ空間は、空間は、ま、僕は僕の美しさが第一だけど、それなりにこのギルドもメンバーも気に入っているのさ。だからいつもみたいに好きにすればいいと思うよ。旅は道連れ、ワールドは情け、最後まで一緒に戦わせてください。そうです、私たちだけ帰るなんて、そんなの絶対ダメなんですから。そなたたちありがとう。アイスフリューゲルランドソル支部は大江戸町を守るため悪大官を撃退する。おーと言っては見たけど、はっきり言って相手が強すぎるよね。正面から戦うっていうのなら僕はパスするよ。僕の美しさが失われるのは世界にとって損失だからね。わかっている。まずは作戦を立てる必要があるな。何か弱点を見つけられればいいんですけど。弱点、そういえば悪大官はなぜあそこまで夢中になってまで空間を狙ったんだ。あの時は空間もちょっと怖かったです。でも攻撃が空間というよりは和服を狙っていたのでかわせました。おかげで帯が傷んじゃいましたけど、うん、レンタルなのに。そういえば敵が空間を狙うなんて珍しいな。普段は魔物も空間の行動に引き気味であまり攻撃はしないのに。空間さんも言われてみれば確かに珍しいよね。ママ何すら避けられる空間を攻撃するなんて確かにおかしいです。まあちょっと言動が怪しくて予期せず幸せそうな顔をするところはちょっと近寄りがたいかも。近寄りがたいとか魔物すら避けるとかひどいことを言われているはずなのにドキドキしてます。皆さん、お茶を入れてまいりました。少し休憩をされては。すまないな。ところでそなたは。うちの家内だぜ。俺にはもったいない別品でね。確かにすごく綺麗な人ですが、和服を着た方がもっと綺麗だと思います。そういえば夫人もランドソルの服を着ているな。なぜこの町の女性は和服を着ないのだ。それが悪大官がこの町に現れた頃でしょうか。女性が和服で夜に外を歩いていると何者かに帯を奪われるようになったのです。帯を、つまりそのまま和服を脱がされて外で裸にされて。いえ、奪われるのは帯だけです。財布や貴重品はそのままなのに、とにかく不気味で。それが原因で洋服を着るようになったと。だが同じ和服で帯があるのに主人は和服のままなのだな。それが男の帯は狙われないんだ。おそらく帯を奪うために引っ張るとき、女性の帯の方が布幅が広くて掴みやすいからかもしれないな。帯の盗難事件、傷んだ帯、悪財官、そして空間というより和服、特に帯が狙われた。
どうした、ニノ。これはもしや、私、悪財官の弱点が分かったのです。本当ですか？ご主人、予備の女性用帯があれば、それを、あとはどのものでもいいから布を集めてくださいです。おお、帯はしまってある家内のがあるな。布は町の奴らにも協力してもらって集めてくるぜ。あとはあゆみさんとゆきに手伝ってもらいつつ、クク、何も怖くないからこっちにおいで、おいでです。この喋り方、空気、いろんな目に遭ってきた空間ならわかります。今すぐ逃げた方がいいと。でも空間の中の何かがむしろそれを求めて。大丈夫だろう。仲間の策を信用してみようではないか。もちろん飛行にも働いてもらうぞ。飛行は能力上私たちの中心に立ってもらわねばな。頼りにしているぞ、天下の将軍様。すまない、そのずっと気になっていたのだが、君は本当に将軍。モニークさん、三人じゃ手が足りなさそうなので、こっちを手伝ってください。私たちも手伝うか。すまんな、町長殿、話は後で聞かせてくれ。平和を乱す悪に挑む英雄たち、その中心に立つは天下を太平に導く者、その名は将軍。彼は本当に将軍様だというのか。さて、この辺りの上納金は回収できたな。そろそろ次の区画に移るとするか。そこまでです。な、何やつ。デキデキデン、一つヒラメの踊り声。ふふ、ふしだらセクハラおじさん、セクハラ、ちげえ。3つ見えない浮き輪の穴4つ、汚れが落ちていない不潔な食器。わあ、それに比べて僕はなんて美しい。5つ、糸が通らぬ微妙な針を。やっつけてみせよ、バイスフリューゲルランドソルシム。これはその難しすぎるのですけど。見ている、遠くからいろんな人たちが空間を好奇の目で。けれどそれがいい。ああ、こんなことをしてもありとあらゆる目線を集めてしまうなんて、僕の美しさはなんて罪なんだ。耐えろみんな、きっとこれも悪代官討伐作戦の一環だ。決まった、決まったのです。5人でやるととても気持ちいいです。作戦でもなんでもなさそうな気がします。おやおや、誰かと思えば逃げ足だけは早い将軍様ご一行ではないか。自ら出てくるその度胸だけは褒めてやろう。これを見ても
そのことが言えますか？何を取り出すかと思えば、ただの継ぎはぎの長い布ではないか。それが一体何だというのかな？ただの布、本当にそうですかね？その根元の布、それはまさか帯？その通りです。さて、悪代官様、長い長い帯ですよ。帯、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 それをよこせ。やはりそうでしたか。帯は盗んでいたのは悪代官だったのですね。あ、なんだって。襲われたはずの空間は無傷だったのに、帯だけが傷ついた。つまり悪代官は帯を奪おうとしていたということです。なるほど。だから茶屋の夫人が言っていたように、悪代官が現れた時期と帯の盗難事件の発生が同時期だったのだな。その情報も、もちろん織り込み済みです。忘れてたね。あれは絶対忘れていた顔です。ニノンさんって頭いいんだ。帯をよこせ。引っ張らせろ。良いではないか。あ、なんだ、悪代官の様子が。悪代官は帯を引っ張る。帯。とはいえ、剣が通用しないほど強固な理由はこれか。悪代官を模したからくり人形が魔物と化し、行動を模倣していたというところか。悪代官の特技を模倣し、行動が緩慢になったところを狙う。さすがだニノン。帯をおとりにした作戦と聞いた時は耳を疑ったが、全てを見越していたからこその作戦だったのだな。その通りです。とも空間の帯を奪おうとしたようなので、しくたま大きな帯を見せびらかせば油断するかもとかじゃないのです。あれは大きな帯を用意することしか考えてなかったね。さすがの空間でもあれは嘘だとわかります。ニノンさんはすごいな。私も頑張らないと。さあ、あとはこの帯を和服を着た空間に巻きつけて縛れば、悪代官専用の完璧なお通りが完成です。あの、そのことなんですが、いくら空間でも魔物の目の前で緊縛された状態で踊りというのは最高にときめくのですが、やっぱりその恐怖も感じると言いましょうか。こんな場所で堂々と縛る宣言、ついに偶然が本気に。でもそんな強引に迫られたら空間は逆らえません。すぐ将軍、素晴らしい空手術です。では早速分身の術で池に縛って、シュバババこれは空間さんを支えた方。
かく見ていられないね。僕も一緒に支えるよ。ユキさん、ありがとうございます。こんなにも美しい僕がいれば当然の結果さ。この手紙の内容だが、大江戸町からの招待状だった。改めてお礼をしたいから、ぜひとも来てほしいとのことだ。招待状ですか？それはつまり、また大江戸町に行けるということですね。まあ、そういうことになるな。なるほど。招待状を送るほど美しい僕を見たいんだね。一瞬で町の住人たちの心を奪ってしまうなんて。たまに僕は自分の美しさが恐ろしくなるよ。いや、そういうわけではないと思うが。悪代官を倒した後、大江戸町はどうなったんでしょうか？それなら、この招待状に書いてあった。悪代官亡き後、凶暴していた王宮の者も捕まり、あれから町は元通り平和になったらしい。悪代官への上納金がなくなったことで、前のような押し売りもなくなるだろう。なら、早速行きましょう。楽しい大江戸町に戻ってるはずです。そうだな、思いっきり楽しもうか。え？いいんですか？ちょっと行ってみただけぐらいの軽い気持ちだったのですが、まさか OK が出るとは。あの、モニカさん、もしかしてさっき私が買ってきたたい焼きでお腹いっぱいになって、ちょっと頭がぼーっとしてたりします？なんだそのたらのその反応は。そんなに私は変なことを言っているか？それでは、まるで普段の私が優しくないみたいではないか。今回の事件は本当に大変だったしな。たまにはこういうのがあってもいいだろう。それにその、今回の事件で仲間の絆を強く感じられて、私も嬉しかったというか。モニカさん、
じはいいだろう。それより大江戸町へと出発だ。いつ来ても綺麗な街並み、本当にいいところですね。おい、あれを見ろ。あの人たちはまさか。どうしたんでしょう。街の人たちの視線がこちらに集中しているみたいです。こんなにも見られるなんて。やはり僕の美しさはいつだって注目を集めてしまうんだね。ようこそ将軍ご一行様。うん、町長さんです。ご招待に応じていただき、そして何よりこの町を救っていただき本当にありがとうございました。早速ですが、我らの感謝の印であるこれをご覧ください。あれは将軍の像です。そうだ、ちょっと欲しいかも。これは感謝の印として職人たちが作ったものです。他にも将軍様たちの活躍を称える英雄譚もありますので、私の方から語らせていただきますね。英雄譚？そんなものまであるのか？ではまずは事の起こりから。いつものように悪事を働いていた悪代官の前に将軍様は颯爽と現れたのです。最初からちょっと違う気がするんだけど。将軍様の引き連れていたのはいずれ劣らぬ英雄たち。まず悪代官へとモニカ様が小手調べに天を裂く一線を放ち。おい、話が盛られすぎてはいないか。私の最初の一撃は防がれたし、それに小手調べが天を裂く一線とか、私はどれだけの一線を放てることになっているんだ。天女の羽衣のごとき美しく長い布を全身にまといし空花様、悪逆非道の悪代官による卑劣な攻撃にも屈せず。恥ずかしすぎるのでできればやめて。でもこの恥ずかしさもいけるかも。やっぱり将軍グッズを作るべきだな。とりあえず将軍まんじゅうだろ。いっそ将軍セットを作るか。小物にもいいと思うわ。扇子やかんざし、根付けにもいいかもしれないわね。だったら美の化身たるユキ様の可動式着せ替えも可能なからくり人形もありだな。皆さんの様子が変というか、興奮しすぎな気がします。まさか別の悪党が現れて大江戸町に何かしたのでは。そうだニノン、何か心当たりがあるならば。クリカさん、ニノンさん、チャンシュのシェル、アウェイドチューです。ケンカと祭りはアウェイドフラワー。みんなでまた激しくシャグンコールするです。お前もか。よし、任しとけお嬢ちゃん。みんな行くぜ。ならば私も参加させていただきましょう。将軍、将軍、来て一緒にやるです。もうやけだ。やればいいのだろう。やれば。大きな声を出すのは恥ずかしくて。将軍はドエスさん、つまりこれはドエスさんが遠回しに空間を。
なんという計画的な恥ずかしめなのですか。ま、今回はあの人も頑張ったみたいだし、ご褒美として声までも美しいこの僕が参加してあげようかな。私は大丈夫です。こういうのは苦手ですが、先輩の名前を叫ぶなら頑張ります。では皆さんご一緒にです。将軍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 。さあ諸軍、この調子でみんなと一緒に天下統一するです。導きのもと